このチャンネルはオーガニック栽培の家庭菜園において日々の栽培の作業や様子を紹介しています。作付けの準備から収穫までのやり方や失敗、野良作業を楽にする改善や方法など紹介する元 IT エンジニアの Vlog です。最後までご視聴いただければ幸いです。動画概要。1、ジャガイモ2番手を収穫する動画です。1番手と同様に植え付け時に米ぬかをまいたが、若干の草花病が発生した。2番手の圃場が粘土質でゴロ土のためで、米ぬかの効果が少なかったかもしれない。また植え付け時の米ぬかの量を確認すると1番手よりも少なかったように思える。梅雨の合間の収穫であったので痛みが出ているジャガイモもある。第1章、ジャガイモ2番手の根。2月26日にジャガイモ、男爵を 2kg 植え付けた2番手の根です。この場所は風当たりが一番強いところで、5月初旬の台風並みの風で茎が折れている箇所があります。根間はサボると雑草だらけになっています。第2章、畝間を除草する。マルチを剥がしやすくするために畝間の雑草を除草します。第3章、ジャガイモの葉を切断する。ジャガイモの茎を刈払機で切断します。第4章、切断した葉を処分する。第5章、マルチを剥がす。この畝はゴロ土で粘土質なので、マルチが簡単に剥がせるか。なんとかマルチを剥がせそうです。根間が固く締まり、マルチを剥がせないところがあります。第6章、ジャガイモを掘る。2番手も1番手と同じように大きなジャガイモができています。粘土質で湿り気が多いので、痛みがあるジャガイモも多く、草花病にかかっているものも見受けられます。腐ったジャガイモを選別してジャガイモ掘りに専念します。
ジャガイモを掘り出し、天日で温めて腐っているジャガイモを炙り出します。今日は曇り空なので、中が腐っているジャガイモを炙り出せないかもしれません。第7章、草加病の状況。ジャガイモの肌は半分がきれいで半分が薄く、草加病にかかっています。第8章、ジャガイモをコンテナに入れる。十分天日に当たっていないので、一個ずつチェックしながらコンテナに入れていきます。ちょっと怪しいのは梅に置いていきます。ちょっと怪しいジャガイモは持ち帰ってに3日後にチェックします。第9章、今日の収穫。2番手の収量はおおよそ 15kg でした。第10章、収穫が終わったジャガイモの畝。第11章、コーヒーブレイク。今日のコーヒーはイタリアンローストです。本来ジャガイモの栽培は雨が少ない地域が向いています。雨が多く、土壌が粘土質でゴロ土の畑はジャガイモの栽培に向いていないようです。栽培には向いていないが、ジャガイモは美味しいので毎年栽培してしまいます。土壌が暖流構造で水はけの良い箇所は畑のごく一部にしかないので、来年もジャガイモを栽培する場所で悩みそうです。しばらく作付け計画を考えてみよう。皆様、おいしいジャガイモが収穫できましたでしょうか。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録していただければ幸いです。
それではごきげんよう。